はい、本日は三位一体の労働市場改革の方向性について議論を行いました。賃上げは新しい資本主義の最重要課題です。足元でのエネルギー高騰対策や低所得者世帯への支援などと合わせて物価上昇を超える賃上げを目指します。さらにその先に構造的な賃上げを実現し、同じ職務であるにもかかわらず日本企業と海外企業の間に存在する賃金格差の解消を目指します。働き方は大きく変わってきています。キャリアは会社から与えられるものから一人一人が自らのキャリアを選択する時代となってきました。職務ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリスキリングを行い、職務を選択できる制度に移行していくことが重要です。そうすることにより社外からの経験者採用にも門戸を開き、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、労働者が自らの選択によって労働移動をできるようにしていくことが日本企業と日本経済のさらなる成長のためにも急務です。個人の自律的なキャリア形成を促すために、国の学び直し政策、支援策については個人への直接支援中心に見直しをします。また海外と同様に在職期間中のリスキリングの習慣の形成を図ります。その際の支援についてはキャリアコンサルタントが求人・求職に関する幅広い現場情報に基づき助言が行えるよう、官民の持つ情報の共有化を進めます。またハローワークについてもコンサルティング機能の強化を図ります。さらに労働移動を円滑化するため、自己都合で離職した場合の失業給付の在り方の見直しを行います。非正規労働者の賃金を上げるため、同一労働同一賃金制の徹底した施行を図ります。6月までにこの会議の場で労働市場改革の指針を取りまとめますので、関係大臣及び委員の皆様方のご協力をお願い申し上げます。